ウェイウーヒュージンハロハロロマンス、6月4日月曜日、どうもルーラスです。今回は新三国無双8連試練第2話をお送りいたします。皆様、旅は好きですか？県外や海外、どこか遠く離れた世界遺産などを目指し、幾多の困難を乗り越えながら旅立つ。旅というのはとてもロマンが溢れた冒険みたいなものですよね。さて、そんな旅についてですが、今回の練習練ではレインさんが様々な景勝地を目指し中国大陸を駆け巡ります。果たしてどのような景勝地に巡り合えるのか、皆様もぜひレインさんと一緒に旅に出る気分で楽しんでくれたら幸いです。よろしくお願いいたします。それではどうぞ。あ、オーケー、ここでレインさんのあれが買えるな。あ、疾風のあれもあるか。なんでこの長安に来たのかと言いますと、どうやらね、この長安の南に景勝地があるらしいんですよ。あ、だよね、なんかあそこ山見えるもんね。あれか。あそこに松明あるな。あそこに影あるかな。あ、ほらほら、これこれこれ。はい、ここになんか景勝地があるんですよね。あ、あった。あ、そっか、ここの松明が目印になってくれてるってことか。あ、じゃあこっから登っていけばわかるか。では登っていきますか、この山にも。あ、なんかここ橋かかってますね。おお、こっから見る長安の街並み、いいね。てか孫空と長江の名前が出てるけど、まあいいや。お、ここかな。さあ、この山は一体何なのか見ていきますか。おお、ああまだこっちか。おあ、火山、火山か、ここ。あー、オッケー、火山か。オッケー、火山の詳細も今テロップで表示してるかと思われます。おお、ここがかの有名な火山ですか。こっから見える景色も絶景なんだろうな。お、夜空に佇むレインさん、これちょっとサムネイル候補の一つに加えておきましょう。たまには戦を忘れてこうやって景色を見るっていうのも悪くないでしょう。この調査を南東に進んでいくことによって、ある景勝地があるという噂を聞きました。あ、あれか、あそこになんか景勝地見えますね。ここか、ここや。おお、そしてなんか自然的なところに来ましたけど。おお、なんだここは。なんか音楽もなんかマイペースなものになってるな。あ、あった。で、ここは一体どこでしょうか。さあ、当ててごらんなさい。あ、ケイリンってところに来ましたね。ケイリン、ここかな。こっちの向きがケイリンなのかな、それともあっちの向きがケイリンか。あったあった。おお、こんなところにマイホームがな。実は、マイホームもな、そろそろ欲しい感じもしますけどね。まあ、しかもこのね、優雅な土地の中で家を建てられるんだぜ。最高かよって感じがしますけどね。家については次回の動画でやろうかな。あ、思えばな、この中国大陸の探索もてかクマがいる。倒すか、倒しましょう。さあ、ホレンシの華麗なる休日、味わってみなさい。あ、てか毒矢ってのもあるんだよな。これ使ってみるか。うわ、あ、倒せる。一瞬で倒せんじゃん、毒矢にすると。あ、じゃあ獣にする際こっちでやれってことか。すげえ毒矢。あ、もう一匹クマいますね。ちょっとあれに試してみるか。くれ。お、OK、 2発で倒せる。おお、いいね。くれ。 OK、2発で倒せるのでかいぞ。あ、なんか景勝地ありますね、ここ。この付近に景勝地あるとはな。うん、なんだ、なんかでっかい家あるな。なんかひょんなとこに来ちゃったけれど、宝箱は取らせていただきます。諸葛亮の案来た。諸葛亮先生の案だったか、ここ。ちょっと入ってみますか。
お邪魔いたす。あ、諸葛亮先生はいないっぽいか。おお、屋根の上に登って。おお、こんな感じになっていると諸葛亮先生の案も。あ、こうしてね、いろんな景勝地に来てみると新たな発見があるってもんでいいですね。戦闘ばっかりもいいけど、たまにはこういう街巡りもやっていきたいところではありますね。今回の動画はここまで。今回の中国大陸ツアーでは火山、桂林、諸葛亮の案の3つの景勝地を巡りました。この動画をご覧になってくださった皆様はどの景勝地が一番良かったと思いますか？もしよろしければコメント欄で教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、次回の動画はレインさん曰くこのルーダス、ついにマイホームを購入いたします。果たしてどのような展開になるのか。本日の武将はこちら。皆様ぜひとも覚えてくださいね。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価待ってます。 Twitter や Instagram、LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、ウェイウーシュージンロマンスジョイジョイバーイ。